これはですね、僕もすごい昔悩みました。今でも悩んでますけど、早いブラシのホビーのね、グレッグ・ハッチンソンの演奏を若い時、まだ10代の頃じゃないかな、ロサンゼルスで見たんですけど、その時ベニー・グリーンと、レイン・ブラウンのトリオで見たんですけど、早いテンポのね、これをめっちゃ早いテンポ300オーバーぐらいやってて、頑張って普通に叩いてました。で、速くなってくるとネガートってこう跳ね返りを使えるんですけど、こっち使えないでしょ、これ。跳ねないんですよ。なので頑張るしかないです。で、結構きついんだけど、普通に速く叩いてました。だから比較的ブラックミュージシャンはもうただそれを速くするみたいな。で、白人は結構合理的に練習します。で、その場合は合理的にやってる、ドラマーでよく聞くのは、タッチタタッチタタ。左手はスイッシュで、これと同じ形に行くのね。そうすると別に左手が滑ったとしても、チタタ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 、フィルイン入れるときは普通に交互に。これで早くしてる人が比較的多いですが、僕あんま使わないですね。僕も我慢できなくなったらレガートいっちゃうかな。そんな感じですね。でもまあ、たまにものすごくもうついていけないときは、裏叩かない。で、行くかって感じですかね。だからハイハットとかも踏んじゃえば裏鳴るので、どこで手を抜くかと、2拍4拍を叩かない。2拍4拍を左手に任せる。というふうに練習してもらえばいいんじゃないかなと思います。以上です。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。